さて県内では体温を超える猛暑が続いています。明日の最高気温は佐賀市などで39度まで上がる予想で気象台などは熱中症への警戒を呼びかけています。今日の県内は佐賀で37.5度、白石で36.4度など猛暑日となりました。消防によりますと午後5時現在40代から90代の男性8人が 熱中症で救急搬送されたということですまた昨日佐賀市高木瀬町で90代の男性が道路脇で死亡しているのが見つかり死因は熱中症とみられています明日の県内の予想最高気温は南部で39度北部で36度となっていて熱中症警戒アラートが発表されています熱中症への対策をお願いします